もちろん西暦2万7000年または西暦2万年かな、予言暦2万7000年やったかもしれんからに、その瀬戸が処刑されてしまったその秘密、イスラム教の、総本、本神殿かが隠していたその秘密っていうのは実は単なる封印だった。それは異教、それはアンラーが始めたブレス女神連合っていう異教を封印しただけだった、ね、しかしそれでもそれは秘密じゃないのかっていう、ね、抜け道じゃないのかって思うかもしれないけど、しかしイスラム教師たちは次なる答えを用意していた。それは女をかくまっただけである。すごいなもうカーバ神殿、黒の神殿の中に誰がおるかって言ったらうちでーすとか言ってしまう。いや、アストラタがおるね、実はあの中に。うん、ムハンマドの時代はアストラタが女神アンラーうちのバージョンやったから、ムハンマドの同時代にそのアンラー、うん、あなた方の衆として機能していった女神はアストラタやったよって、ただそれだけね。どん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 うちの名前は、ね、微調整されていってるから、だ 今更アストラテなのってもちょっと時代遅れかもしれんけどね。だって今うちその占い師の看板上げてるけど、女先生術師っていう意味に過ぎないから、アストラテってね。でそれだけやってへんやろ。だからやっぱちょっと今から見たらな、現状見たらうちはもうすでにアストラテではないわな。ただ黒の神殿、カーバ神殿の中にあの隠されてたのは、隠されてたの過去形のアストラテやけど、まだ情報残ってるよ。うちおるやんって、うん、うちの当時アストラテ当時に持ってた自我があの牢獄に入ってる。アストラテを犯した男たちだけが捕まってんねん、自我がね。で証言いろんなことさせられてんの時々ということやねん実は。じゃあその西暦かな、どっちかな、まあ、2万7000年の本神殿、イスラム本神殿にいたのも、まあ、厳密にはうちじゃないやんか。だって全地やねんから、うちなんでそのところに閉じ込められてるんですかって言ったら、その当時のうちのバージョンやからな。せやけど究極はその当時のうちに表してた自我が留置場に入ってるっていう言い方もできるし、女をかく、女神をかくまっただけであるっていう説明も正当性はあるわな、イスラム教やったらな。